3月27日放送の徹子の部屋、テレビ朝日系に出演したお笑いコンビ、ガンバレルーヤのよしことまひるがちょっとした話題になっている。この日、番組冒頭で自己紹介を促された2人は、よしこが愛知県出身、ガンバレルーヤの小雪です。まひるが鳥取県出身、ガンバレルーヤの西条もがですとおなじみのネタ付きで自己紹介。すると黒柳はよしこに対してははい、どうもと流し、まひるに対しては西条もが。で、あなたのご本名と質問。まひるが違いますと笑顔で答えると、黒柳はあ、そうと、すぐに話題を変えたのだ。マツコ、デラックスや大竹誠が可愛がっている芸人ということで、おそらく黒柳はよしことまひるを芸達者な二人だと勘違いしていたのでしょう。マツコと大竹からのガンバレルーヤに対する推しコメント満載な VTR まで放送されましたが、黒柳は似ていないモノマネを一生懸命に披露するポンコツ芸の面白さを理解できなかったようで、二人の自己紹介直後に無然とした表情を浮かべ、何も言葉が出てこなかったことが印象的でした。テレビ誌ライター、2018年6月10日放送のアメトーク、テレビ朝日系では、徹子の部屋芸人と銘打って、徹子の部屋出演時に黒柳からの言葉で心おへし折られた経験のあるキャイ、タカ&トシ、ナイツなどの芸人らがその時の絶望感を吐露していたが、天然の底力を持つガンバレルーヤの二人が黒柳を黙らせたことで、これまでに涙を流してきた芸人たちの仇を打ってくれたと言えるのでは。